MTX は、ホンダ技研工業が、かつて製造販売したオートバイのシリーズ商標である。1980年代に製造販売された 50cc 80 cc、80cc、125cc、200cc の排気量別バリエーションを持つ、2ストロークピストンリードバルブ単気筒エンジンを搭載並びに、プロリンクモノスプリングによる、スイングアーム式、リアサスペンションを採用する。 デュアルパーパスモデルである。MTX501982 年3月20日発売。形式名 AD04。先代の MT50 からのフルモデルチェンジ車で、フレームが X 字型バックボーン型からセミダブルクレードル型へ、マニュアルトランスミッションも5段から6段に変更されたが、エンジンは AD01E 型と MT50 からのキャリーオーバーとされた。 なおエンジンをメガバイト80用空冷 79cc エンジンを搭載した MTX80 が輸出仕様に存在する。1983年12月10日発売。形式名 AD06。エンジンの冷却方式を空冷から水冷に中低速域でのトルク特性を大幅に向上させたハープを装着したためトランスミッションを5段に変更したことによる。 モデルチェンジである。このため最高出力は若干低下したものの、最大トルクは逆に向上している。1985年11月1日にマイナーチェンジを実施し、形式名を AAD06 に変更。エンジン出力を当時の原動機付き自転車クラス自主規制最高値 7.2PS まで向上させ、トランスミッションを再び6段に戻すなどの変更を施しているが、 スピードリミッターで時速 60km 速度規制に対応させた。1983年6月22日発売。形式名 HD08。車体を MTX50R とエンジンを MBX80 と共用する。ただし、出力特性を変更されているため、エンジン形式名は HD08E 型と異なる。本モデルから、 上の排気両車は二人乗車が可能である。1982年11月15日発売。形式名 JD05、アッテックを搭載する。1983年2月5日発売。形式名 MD07、MTX125R の車体 293CC エンジンを搭載する。本モデルのフロントサスペンションは空気バネを使用した。 エアサスペンションを採用したほか、ホイールがアルミリムになるなど、MTX125R との相違点がある。1985年2月9日に、MTX200 リーへ、モデルチェンジ、以下の変更が実施された。MTX50R が1988年2月に、MTX80R が同年3月に、MTX200 リーが 250cc に、 排気量アップの上で1989年4月にモデルチェンジの上で CRM シリーズに移行。MTX125R は1988年3月に XL125R と統合した後継者として NX125 の製造販売に移行。以、e、後 125cc クラスでの2ストロークエンジン、搭載デュアルパーパスモデルの製造販売は行われていない。 ありがとうございます。